はい、皆さんこんにちは。アキチャンネルのアキです。本日は新しい骨伝導ヘッドホン購入したので、ちょっとその感想を述べたいと思います。購入したのが、じゃん。はい、こちらです。こちらはですね、これですね。アフターショックズという会社かな。こちらから出している製品のエアロペックスっていう最近発売したばかりの商品です。これをですね、昨日秋葉原のビッグカメラで、購入しに行きました。はい。なんと充電ケーブルが2つ付いてました。これは結構嬉しいですね。充電がですね、これ MacBook の充電するみたいな感じでカチャって磁石にくっつくようになります。これ結構いいっすね。あとこの AeroPex 防水性能が IP67 で、もし充電するときにこの辺が濡れていたら、この製品自体がなんか濡れてますよ、充電今しないでくださいって教えてくれる機能があるみたいです。付属品としては、説明書と耳栓がありました。耳栓は使わないと思うんですけど、なんであるかというと、これはイヤホンをヘッドホンをつけた時に、もしよりよく聞きたいなと思った時にはこの、耳栓つけると効果的ですよっていうことを書いてましたね。はい。あとこの説明書とかケーブルとか入ってたシリコンケースなんですけど、こんな感じに蓋が磁石でくっつくようになってます。はい、次は音漏れがどのぐらいか試してみましょう。今僕の iPad につなげてるんで、はい、接続しました。でこれ音最大限にすると、おお、めっちゃうるさい。そこからでも聞こえると思うんですけど、最大限にしたらこんな感じです。この商品の前作の商品よりも音漏れを確か 50% 減少したみたいなこと書いてあったんですけど、やっぱ結構静かなところで聞くのであれば音漏れ最大限にすればうるさいかなって思います。ちょっと聞きやすいぐらいに音量を設定してみますね。これぐらいの音かな。そんなに音最大限にして聞くことないとは思います。で今ちょうどいい感じの音はこのぐらい、音漏れの、感じはこんな感じですね。ちょっと聞こえるぐらいかと思います。では次に装着感について、この商品発売する前に、1週間前くらいにこの全然作品の商品持ってたんですよ。ちょっと名前が、なんだっけな、トレックスチュータニムっていう名前だったかな。その商品を購入したんですけど、購入したのはメルカリで6000円ぐらいで買ったんですけどね。その商品つけたら音質は全然良かったんですけど、耐えれるレベルだったんですけど、耳がですね、痛くなって長時間つけることができなかったんですよ。この商品が出ることも知らなかったんで、この商品自体は知ってたんですよ。クラウドファンディングで何個か限定で発売してたみたいなん でその後に今年のいつか発売しますよっていうことは知ってたんですけど、まさか僕がその全然作品の製品買った後にすぐ出るなんてことは思わなかったんで、多分僕はもう10月とか11月12月とかそんなぐらいになるかなと思ってました。で何が痛いかというと、このところですね、これがメガネで言うとツルテンプルっていうのかな、テンプルのところが耳のここら辺に当たって痛かったんですよ。でもこのエアロペックスに関しては、ちょっと痛くはなるんですけど、
全然耐えれる範囲ですね。はい。昨日、秋葉原から、自宅がある足立区までロードバイクで帰ってきたんですけど、うん、いい感じでした。帰ってきた後に公園で運動もしたんですよ。運動中もまずずれないですし、縄跳びもしたし、サッカーもしたけど、もうずれませんでしたね。いいです。まあ今後使っていくともっとより装着感見たくなりにくくなるかとは思います。これは全然いい感じです。そうなんですよ。重さも 26g だっけな、確か。音質は全然作品のタイタニウム、これも全然聞ける範囲でした。僕はそのタイタニウム買った時にはなんかその音質どうかレビューとか Amazon のレビューとか他の人のブログとか見て調べたんですけど、まあ、中にはなんか100均のイヤホンみたいな音がするみたいな感じのコメントも書いていた方もいらっしゃいましたが、まあ、僕は十分聞けるなと思いましたね。タイタニウムの音質からエアロペックスに変えた感想としては、まあ確か公式ホームページにも書いてあったと思うんですけど、中高音の音質が良くなってるかなって思います。で、低音に関しては例えばなんかクラブミュージックとかのドン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 って音、なんていうんですか、バスドラムかな、あの音とかはそんななんかエアポッツとかパワービーツみたいな低音に聞いた音にはならないんですけど、そうですね、聞ける範囲ですね。全然快適に聞けます。スポーツしてる時におそらく聞くための用途だと思うんで、そこまで音質は求めてはいないですね。ちゃんと聞こえます。よっぽど音を最大限にしたりとかしない限りはこの音楽も聞こえるし周りの音とかも聞こえるので、そうですね、ロードバイクとかもううってつけですね。もうこれしかないっていう感じかな。思いっきりヘッドホンしながらロードに乗る人とか、まあ、それはあんまりないか。あとエアポッツとかイヤホン両身につけて音楽聴きながら走ってる人すごい見かけるんですけど、やっぱり改めて危ないなって思いました。あれはやめた方がいいな。はい、では値段についてですね、値段が昨日買った時は税込みで 19,634 円です。はい、ただポイントが、ビッグカメラとかその電化製品店では、つきますので、ポイントがですね、昨日ついたのが 8% 対象ということで、今回8000ポイント1553ポイントついてます。合計金額とポイントを引いたら1万8000ぐらいで買えちゃうよっていう商品で、Amazon でもすでにもう販売して購入できるんですけど、ちょっと値段調べてみますと、最初は Amazon で購入しようかと思ったんですけど、まあ自分でも調べたらポイントつけてビッグカメラとかヨドバシカメラとかで買った方が安いなっていうことに気づいたんで、はい、昨日はビッグカメラで買いました。Amazon で購入すると 19,634 円ですね。はい、Amazon。はい、それでは昨日と、おとついエアロペックス使ってみて気づいたことを言いたいと思います。まずここがあまり良くないなと思った点は1点だけです。先ほども言ったようにやっぱり昨日使ってみてちょっと耳にやっぱ僕は痛くなりました。ただ他の人のレビューとか見た感じでは全然そういう意見見当たらないんで、この最新作エアロペックスもエアも、タイタニウムに関しても耳が痛くなりましたっていうレビューほとんど見当たらないんですよ。だからもしかしたら僕だけかもしれないんですけど、
昨日昨日たまたまこちらのエアロペックスを装着して音楽聴いていた時に電話がかかってきました。なのでいい機会だと思って電話を取ってみたんですけど、僕が喋ってる声もちゃんと聞こえてる感じでしたし、相手の声もクリアに聞こえました。ただ、後で家に帰ってきてこのヘッドホンのマイクの感度のテストをしてみたんですよ。 iPhone のボイスメモを使って、AeroPix のこのこちらのマイクと iPhone の、 普通に iPhone で撮った、ボイスメモですね、音質聞き比べてみたんですけど、やっぱり AeroPix の方がノイズがあってすごい聞きにくいですね。だからもしかしたらこれで電話した時は相手の方が僕の声聞き取りにくいかもしれないですね。これはちょっと電話してみなきゃ分かんないかなって思います。試せばよかったかな。はい、今これはアフターショックス、エアロペックスで音声を録音しています。はい、今これは iPhone の、ボイスメモで録音しています。はい、あとは良かった点につきましてはですね、やっぱり軽いってことですね。このエアロペックスの重さ 26g、約 26g なんですけど、その前作のエアが 30g、 その前々作の、タイタニウムが 36g だと思います。そうですね、持った感じとても軽いし、つけても重さとか全然感じないしですね、とてもいいです。あとはフル充電してから約8時間充電が持ちます。なので普通に使えば1回充電すればもうずっと使える、1日中はほぼ使えると言ってもいいのではないのでしょうか。あと防水性に関しても IP67 なので、仮にランニング時や、ロードバイク乗ってる時、自転車乗ってる時にすごい大雨が降ってきたとしても気にせずに装着しながら使えるかなって思います。あえて使う必要はないと思うんですけど、水濡れに関してはそれほど気を使う必要はないかなと思います。ただ充電する時だけは水に濡れた状態で充電してはいけないと思うので、それは注意すべきかなと思います。あとですね、メガネ、これつけてメガネかけれるかなんですけど、全然かけれますね。はい、こんな感じではいメガネつけても全然違和感なくかけることができます。昨日はロードバイク乗った時にこのエアロペックスとアイウェアをつけて走ったんですけど、全然違和感なく走りました。はい、それぐらいですかね。はい、痛みさえなければ本当にとても良い商品かなと思います。はい、それではエアロペックスの、レビュー感想動画でした。最後まで動画見ていただきどうもありがとうございました。